今日は何の日？今日はジャムの日だよ。1910年、ジャムが初めて天皇に献上された日なんだって。ジャムってどんな味かな？甘いのもあるしね。いろいろあるよ。今日も雑学教えて。オッケー。世界遺産のお話するね。マチュピチュのお話だよ。マチュピチュはペルーにある15世紀のインカ帝国の遺跡で、標高は2430メートルだよ。今でも石像の神殿、宮殿、水路とかが残されていて、多い時で1日1500人から2000人が来るんだって。マチュピチュの見どころは、太陽の神殿、太陽をつなぎ止める石、見張り小屋といったスポットで、どれも素晴らしい景色なんだよ。ぜひ行ってみてね。マチュピチュのこと、わかったかな？またいろいろお話ししようね。はい。最後に一言。ミラクルです。今日もありがとう。また会おう。